見ると大森さんの声に近づく、近づきたい。はい、どうもこんにちは、スタバンドへようこそ。紅白歌合戦が楽しみ、レンです。ハイトです。こんにちは。楽しみ、この時期やね。そう、もう年末、うん、これが上がる頃には年始、うん、年始な。明けましておめでとうございます。年内は諦めたね。でもね、その紅白も GK 列ぐちゃぐちゃと、紅白歌合戦に、うん、ミセスが初出場したということで。おお、初なんや。そう、初って書いてた。そうだから、ここはミセスやるしかねえと思って。おお、よかったね。よかったよね、紅白ミセス。あ、そう、うん、嬉しいね、見れるの。いや、見たじゃん。え、見なかった？見た。どこがよかった？え、どの曲のところまだ見てない。いやいや、じゃあ録画してみるっすね。はい、ということで今回はミセスグリーンアップルのケセラセラライブバージョンのボーカル分析動画、早速レッツゴー。今回の分析ポイントは4箇所。はい、まず第1注目ポイントが瞬間ビブラート。瞬間ビブラートって結構長いところでやるイメージがあって、まあだよね。そうだけど、今回はそのライブバージョンがちょうど昨日上がったんだけど、うん、ここにもビブラートかけるか、ここにもビブラートかけるかっていうところがいっぱいあって、細かいのが、そう、短い、うん、まあが一瞬みたいな、まあビブラートって言っちゃうの。まあ速さそんぐらいでもビブラートがかかってる、そういうところすごい多かったの、うん、だから大森さんの歌のコツなんじゃないかなって。ああ、はいはいはい、はい、でよく聞いてみたら音符の8割ぐらいにビブラートか、こんな短いとこもこんな高いとこもこんな変なとこにもみたいな。へえ、ビブラートフェチにはもう、そう、たまらないから今回はその一瞬のビブラート15ポイント1、まず流していきたいと思います。でしかもライブなんだけど、場所が25秒の部分の楽になるじゃないのなーいなーあーみたいな動くんだけど、それの3音目、うん、3音目今回は難しい。メイクの音程移動した3音目にビブラートが、ビブラートが瞬間ビブラートがかかってんじゃん。そう、はあ。一回じゃあ聞いてみよう。一回そこ流してみようか。なーあーだ。そう、3音目のなーあーの3音目に注目してビブラート聞いてみよう。いくよ。ほっ、吠えたら楽になるじゃない。おお、ああ、はあ、すごくない？はあ、その後にも入ってない？だから、細かいのがほぼ入ってる。すごい。あ、聞き取れた？うん、聞き取れた。え、そう。結構分かりやすい。すい一瞬なのに、うん、なーあーでしょ。もしかも、でかいもっと。なんか、そう。なーあーぐらいのこの幅がね。え、よくこのフェイクの音程移動の間に、そんなしっかり入れられるな。うん、すごいよ、これ。ライブ？ライブ、ライブ。バグってバグってバグって歌唱力バグってバグってバグってこの短さでもあんなブルンブルンみたいなのが入ったから、うんうんうん、どこでも入れられるんだこの人はと思って聞いたら、うん、どこでも入れてる。やば。ちょっと聞き取れない、聞き取れ早すぎて聞き取りにくい人もいたと思うから、うんうん、次ちょっと結構ちゃんと長く聞けるところ、うんうん、大森さんのビブラートって喉でもなくてお腹でもなくて、なんかこの水落ちあたりをポポポって押してる感覚なんだよね。押してる、そう、押してる、なあーってなあーってこれ押せるじゃん、わかる？ビブラートボタン、ビブラートボタン。こっちにこうやってビブラートボタンとこうじゃん、じゃなくてこっちに、いや、わからんわからん、押し出してる、お腹、そう、水落ちが指みたいに動くとして、めっちゃ水落ちが例えんの下手になりました。いや、例えとかじゃないんです。そういう感覚で立ってるよっていう。じゃないと、うん、あそこには入らない。それぐらい細かいビブラート。で、しかも喉でやっちゃうと、なーとかやるから、うん、フェイクが逆にできなくなる。から、もうそこでしかできないビブラート。大森さんのビブラート結構その、溝落ちを、トン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 って押す感じ。あ、喉は音程移動に使ってビブラートを水落ちでやってみたいな。そう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 。ハイブリッド。ハイブリッド。ハイブリッドだからあそこに入れられるんだよね。すごい、あ、確かにそうか。そうそうそう。
じゃあその水落ちビブラートで長いとこはどうなってるのかっていうところをちょっと用意したから、そこもこのライブからね、はい、流してみたいと思うんだけど、秒数が3分43秒のだからのところのラーが、まあ、こんな今低い声で聞くんだけど、めっちゃもう死ぬほど高い、しかも裏声でかけてるから、だからなんか結構不思議な感じで分かりやすく聞こえると思うから、さらに分かりやすくするために AI のボーカル抽出の部分で流してみるから、そのだからのラのビブラート、水落ちトン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 ってやってるなっていうのを感じてもらおう。いくよ。アイディオだから、今日はちょっと細かくて幅がすごい、あみたいな、みたいなやつ、はいはいはい、喉でやると、いやちょっと高いなそう、あのファルセットでやってるのもすごいなそうそうそ う、ファルセットでこの高さでレのシャープだったんだけど、うん、でもこの高さで平気でライブでやってるのすげえと思ったけど、その前に私は最強でその半音を平気でバーって平気でめちゃくちゃビブラートとか言ったからでも基本その水落ちトントン感覚のビブラートばっかり使ってるから、うん、それができるようになったら結構大森さんの歌声に近づける。へえ。でそれをいかに細かく入れるか、うん、そう、だから水落ちのビブラートで説明してる人あんまいないから、うん、だからフェイクで使う、そのフェイクの速い動きでタタンって使う時、あーあーとかで使う時に、うん、トトッと押す感覚も嫌まあ、そうだからフェイク使える人が R&B 系の人がよくやるビブラート、うん、そっちをロックに持ってくると結構ミセスっぽい歌い方になるんだけど、さらにここ入れんのここ入れんのって違和感の、自分で完全に違和感のある部分にもう入れちゃっていい。例えばじゃあそのめっちゃ一瞬のところにも最初紹介した時入ってたでしょ、うん、で次超高音の裏声のところに入ってたでしょ、はいはいはい、で次はもっとニュアンスが入ってるところ、息が強めのところにもうビブラート入ってる。ニュアンス表現重視みたいな 音にビブラート入ってる。まあちょっと一回分かりにくいところ聞いてみようかな。場所が46秒の消えないの木、もう一瞬なんだけど、はい、まあ、一瞬っていうよりはどっちかというと息の量が多いみたいな、ちょっと表現を重視してる部分なのにビブラートかかってる、だから木にビブラートかかってるなっていうところを注目して一回聞いてみよう。いくよ。心でも消えない胸の、おぉ、めっちゃわかりやすい。わかりやすいでしょ、うん、ここ入れてくるんだ。消えないってする歌いちゃうのに、キーキーって入ってくんだよ、うん、ここ入れるんだ。そう、ここ入れんのみたいなところにもめちゃくちゃ入ってる、このライブ。へー。今、わかりやすく3つ3箇所したけど、うん、もっとわかりにくいところにめちゃくちゃいっぱい隠れてるから、ビブラートどんぐらいやってるかっていうのを数えると、このライブはマジで面白い。癖みたいになっちゃってるのかな。いや、もう、でもそれもあると思う。あ、もう癖ぐらいの勢い、個性として、うんうんうん、自然にその意識してやってるとこもあるし、やってないとこもあると思うぐらい。だからちょっとのワンフレーズでもめちゃくちゃうまく聞こえる。あー、なるほどね。かといってカラオケで真似するとすんごい気持ち悪いことになると。くせえやばお前みたいな。そのさ、うん、歌いやすいわけではないよね。歌いにくいと思う。ずっとこうやって喋ってる感覚に似てるけど、でもいかにさりげなくできるかを考えてるんだろう、うん、あー。で、じゃあ次ここ好きポイントは逆にめちゃくちゃ勢いあるところを次紹介するんだけど、そこは勢いがあるから逆にかけてない、うん、あえてぐらいない。そう、あえてかけてないから勢いめっちゃわって感じるっていうところが俺の中のここ好きポイントなんだけど、ここ好きポイントが転調してもひるまない高音の勢い。ひるまない、転調、転調の曲なんだけど、うんうん、してもひるまないけどめっちゃ高いけど、その癖であるビブラートは完全にかかってない。うん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 。でもその、そういうの意識しないで聞いてて、ここすげえかっけと思ったところがあって、うんうんうん、そこだけだからやっぱかかってなかった。なるほど。だから一回そこちょっと聞いてもらおうか、はい、ここ好きポイント。場所が3分9秒のケセーラーセーラーのセ、うん、セの部分の勢いが半端なさすぎるから、ね、ケの次の、はい、2音目のセ、注目。2本目。いくよ。シンプルにかっこいい。シンプルにかっこいい。
でここなんでこんな残るのかなと思ったらやっぱめっちゃ増す。あーセーラあの感じで歌うとケセーラってやりそうだけど、うん、もうここだけはここだけはいや勢いを出すためにあえてなんだよ、うん、これはあえて抑えてる気がする。今までさりげなくビブラとかかってたけどここだけ、うん、ちゃんとかけてなくなることによってこう感じる勢いっていう、うん、そうそうそう、はい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 、8割かかってるからここだけ特徴的に普通に歌ってたんだけどね、うん、ここだけ特徴的になったぐらい、まあ高いのも逆にそう、それがもうビブラートの魔術師だなと思って、うん、ビブラートの魔術師言えないでしょ、3回言ってみビブラートの魔術師そうビブラートの魔術師、いやギリギリだね、でなんだっけビブラートの魔術師オーマス、おーいやがったいやここのケッセーラセラがもうね、うん、CM でも使われてそんなくらいの、うん、かっこいいね、かっこいいよ、うん、ここがもうここ好きポイントで、うん、でまとめると大森さんみたいに歌いたいなって人はできるだけその水落ちのビブラートをかけれるとこ、違和感のあるところにすらかけまくって、でもかつさりげなくっていうのを意識して、普通のビブラートだから喉とかお腹じゃなくってなんだもんね。そう、喉とかでかけちゃうとめちゃくちゃくどくなる、もうそれこそビジュアル系バンドみたいな、うーんケーセーラーセーラーみたいになるからあ違うね、でお腹もケーセーラーセーっていうか、多分お腹だけだとねそんな短いところでかけるのも難しい、この辺を意識したビブラートかけてみて、みんなで大森さんになりましょう。まず高さも言ってください確かにはい、ということで今回はミセスグリーンアップルのケセラセラのボーカル分析動画でした。このチャンネルでは歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは2023年の思い出、うん、何でもいい、自由で、自由な思い出、岐阜とかかな俺らは、うん、バンドの旅行とか久々にやった、全員で行ったの初めて、確かに4人で行ったの初めてか、うん、ちょっと分かんないけど多分初めてそうだ、4人の思い出が結構大きかったな。皆さんの2023年の思い出なんだろうみたいなコメントテーマでやってます。もちろん感想やリクエストもお待ちしてます。最後まで見てくれてありがとう。またね、よいよ当初明けおめどんな痛みも君と分かち合える気がした、優しい君は全て抱え何も言わずに支えてくれた。2023年の思い出、あれあったわ、うん、うん、生尾笹さん、ああライブね、そうライブ満を持して撮ったヒゲダンのライブに行ったら、うん、小田さんしかいなかった。ウーバー VS、まああれはあれでも良かったよね、うん、あの時しか絶対見れないし、うん、結構覚えてる今やっぱ宿命のテテルテルルのあの瞬間のキラキラ感、うん、わーって出てくるやつ、そうあれが初小田さん、うん、だから2024年は初ヒゲダンしたよね、確かに確かに